ルイ六世は、フランスカペー朝の第五代国王。第四代国王フィリップ一世と最初の王ヒベルトド、オランドの子。悲満王、または戦争王と呼ばれた。強力なイングランド王ヘンリー一世、ローマ皇帝ハインリヒ五世に挟まれながら、フランス王権の防衛に努めた。不王フィリップ一世は1 9 2年に、ルイの母ベルトと離婚し、勇夫の身であった。 ベルトラード・ドモンフォールと再婚したが、これをめぐって、ローマ教皇ウルバヌス二世と対立し、波紋を受けて、権威を失った。そのため、ルイは王になる前から、国の実権を握っていた。幼少期を、サンドニ修道院で過ごし、十二歳前後の頃に、王宮に戻るが、ママハハベルトラードは、彼女の実子である、イボテーマイたちは可愛がったが、ルイは明らかに礼遇された。 そのため、宮廷に居場所がなかったルイは、ポントワーズにて一人で暮らし、寝具の毛布すら与えられず、マントに身を包んで眠るワリー様であった。王太子時代の1104年、リュシエンヌド・ロシュフォールと結婚したが子に恵まれず、血縁関係を理由として1107年に離婚した。1108年、不王の崩御により、大いについた。ルイ6世は、 フランス諸侯の反乱に苦しめられたが、幼少時からの親友であるシュジェールを政治顧問として徴用し、宗教政策による諸侯の統率、父の代から対立するイングランドとの交渉などを行って国内の安定化に努めた。しかし、諸侯の統率は今一つまとまっていなかったため、時のローマ皇帝ハインリヒ五世の信仰を受ける。フランスは危機に陥ったが、 シュジェールは、制度にの軍旗である、オリフラムを掲げることで、新仰心ということから、フランスの諸公を参集させてまとめ上げ、これを撃退することに成功した。また、シュジェール主導のもと、修道院改革なども行われている。1137年、2番目のツマーデルド・サボアとの間の次男で、創生した長男フィリップに代わって1131年から、 共同王位についていた、ルイ7世と、南フランスに、広大な領土を占めるアキテーヌ公領の相続人、エレアノールとの婚姻を決めた後、赤里に感染し、ベティサンピエールにて放御した。王妃アデル・ド・サボアワとの間に、以下の子女がいる。王太子時代、王室の急務委員長であった、ブルイエ・ドゥルダン卿レナールの娘マリード・ブルイエを、非、 リュシエンヌと結婚する前に一時愛人としており、別れた後に生まれた諸子が、カズメイル。ルイシックストレロワでフランスハット、ブルーガイドアガママ歩き、フランス2015、P144、非リュシエンヌの、実家ロシュフォール家及び、親族、モンレリ家は、王妃ベルトラード及び王子フィリップ派であった。一説では、イボテイ、フィリップド・マントが、 モンレリ家の女子相続人エリザベートと結婚したことにより、王妃たちと一族のつながりと権力がより強まり、実家が自分を敗そうとしているママ母、イボテイに味方するリュシエンヌと結婚したままでは、ルイが正装で不利になることが懸念されたのが、真相とされている。実際、リュシエンヌの母方のヒいババが、フランス王ロベール二世の王女。 コンスタンス・ド・フランスであるとされ、リュシエン・ヌ・トルイ六世は、またいとこ妹にあたる。ジリ・ラウダ、マイケル・マクラゲン、ラインズ・オブ・サクセション、リトル、ブラウアンド・カンパニー、1981P125。ありがとうございます。